う前のピーマン、見てください、この違い、大きくなってます。こんにちは、料理教室のぼんちゃんです。今日はスーパーのピーマンを美味しくパリパリジューシーにする方法をご紹介します。これ絶対お得です。まずはピーマンを半分に切って種とヘタを取り除いていきます。こんな感じになれば OK です。どのくらい水分を吸ってジューシーになるか、ここでグラムを測っておきたいと思います。217g。 そうしましたらこれを保存容器に入れていきます。たっぷりの氷とお水を加えます。ピーマンが隠れれば OK です。これを冷蔵庫の奥の方に入れて1日置いておきます。丸1日冷蔵庫で冷やしたのがこちらです。冷蔵庫の奥に入れといたのでお水が少し凍ってる状態です。このくらいまでギンギンに冷えているのがポイントです。グラムを測ってみたいと思います。なんと 308g。 ピーマンこんなに大きくなりました。育ってます。パリ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 を通り過ぎてバリバリ。苦味も優しく、とってもジューシーです。生ではもちろん、さっと焼いても美味しいので、ぜひ作ってみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではいつもの料理がもっと楽しく楽になる料理術をレシピとともにお伝えしています。この投稿が参考になりましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。